そうですね、前ウェルカペの時にこれはやったんですけど、ウェルカペの時はね、ガンダムの水星の魔女まだ放送中だったんですけど、ね、7月に完結してね、これを見てにわこさんどう思いますか、ガンダムを見て。いや、ほんと感動しました。だよね、はい、したよね。ガンダムあんなに成長するんだって思って、わーガチャン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 、ガンダム慣れる、私ガンダムになれちゃいますか。ガチャグワングワン、水星の魔女ガワーン、大地大地、これがリオンです。はい、ちょっと難しい、難しいということでね、まあ、よければね、ネットフリとかであるんでね、もし見た人いたらね、僕に連絡ください。カニワ君に、ね、連絡くださいということで、2曲目いきますか。ちょっと水を飲みたいので飲んでよろしいかな、はい、
2曲目はですね、鬼滅の刃の遊郭編の主題歌でもあるエメさんの残響参加をしてやりたいと思うんですけど、まあ、そうですね、鬼滅の刃、ちなみに鬼滅の刃見てた人、見たことある人いますか？手挙げてもらっていいですか？あ、さすがにね、これはメジャーだよね、まあ、メジャーなアニメだと思うんですけど、まあ、鬼滅の刃といえばやっぱその柱が出てくると思うんですよ。遊郭編だったら音柱の渦井天家っていうのが出てくると思うんですけど、でそれを見た時にやっぱカペルの柱って言ったら誰かなって僕は考えたわけですよ。カペルの柱といえばね、やっぱ今一世さんだよね。一世柱だよね。俺柱ですね。でどうですか、 1年間柱をやってきてちょっと早いけどね、まだ終わってないけど、どうだった？楽しかったじゃないですか。楽しかったですよ、はい、やっぱちょっと苦しいこともあった。まあまあまあそう、ね、はい、まあでも本当1年間ね、運営ね、3人ともねお疲れということで、ね、はい、でまあ柱といったらやっぱその結構強い技をね使える人が多いと思うんですよ。まあ鬼滅の刃で言ったら呼吸を使える人がまあ多いと思うんですよ、柱だと。やっぱ一世もね1年間柱としてねやってきたからね、カペルの呼吸ができるんじゃないかっていうことをね、なんか思ったわけで、ちょっと披露してもらってもいいかな。ちょっとカペルの呼吸いってみようか。カペルの呼吸、一の方。一の方、音取りとかですかね。おー、噛んじゃったか、確かにね。いや、大事。ちょっと拍手もらっていいですか。いや、大事だよね。音取りすごい大事。カペルの呼吸、大事。大事。じゃあ、カペルの呼吸、死の方。リップロールとかですね。おー、大事だよね。まあ、歌うときにね。どんどん拍手で。緊張ね。拍手。じゃあ最終奥義行ってみようか。カペルの呼吸、十の方。何これ？何やってんの？え？どうして？おお、これはもしかして、え、これあれじゃない？ヒノカミ神楽。すごい。すごい。あっつ。いや、やっぱカペルのね、ちょっと拍手お願いします。やっぱカペルの柱といったらやっぱこれができるんだね。今までの歴代のサーチャーも全員できますからね、これで。宮下もできるからね。宮下もできるからね。宮下もやってもらったらできるから。今度はね、打ち上げで宮下にやってみましょう。ということでね、長くなりました。と残響さんからお聞きください。ああ、よし、頑張ります。き消して残響タラタラタラタタタラタタタラタタタラタラタラタタタラタタタラタタただそれに咲く天下ただそこに入ろうとした派手に色を溶かすように気持ちを突き刺されて広がるように風を切ってつまずくごとに強くなった光も痛みも光も抱きしめて離れなければ選べばいい声を聞いた夜のその向こうで涙で滲んでたあんなに遠くの景色まで吹き渡れたならば奏でて誰に届けたくて悲しかなままでいいどんなに暗い感情もI'm not afraid to die.